元中日の滝野さん、米騒動の動画以降、消息不明。ガチのやつ。マジでやばいぞ。滝野さんの現在、2022年シーズンを最後に中日ドラゴンズを退団した滝野さんは、その後 YouTube で活動を始めた。しかし、米騒動の動画を出して以降更新がない。最後の動画から1ヶ月経っており、不安が広がる。これってマジのやつやろ？立浪を批判した人間は処されるという見せしめかな。マジで立浪政権怖すぎるわ。独裁国家 PL ドラゴンズ。今頃は名古屋港の奥深くで、海の中でカニになってるのかな。カニダンスしたことも重なったのか。この球団だけ思想が違うわ。普通に諸事情なことを祈る。動画投稿して、買い物して家帰ったらさらちやったんやろ。マジあかんぞ。立浪をネタにしてるけど、マジで恐怖なんやな。中日の内部暴露とか、立浪批判とかしてたからな。頼むから無事でいてくれ。ドラドラ情報局は、中日の素晴らしい情報をお届けしているので、チャンネル登録、よろしくお願いします。